この YouTube をね、1.2 集中させてこうグリ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 やってるんです。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、鬼塚喜八郎さん、鬼塚喜八郎さんの名言で、持てる力を一点に集中させれば必ず穴が開くということで、鬼塚喜八郎さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。鬼塚喜八郎さんは日本の実業家でアシックス創業者の方ですということでですね、まあ鬼塚タイガーとかね、そういうので有名なんですよね。私はまあアシックスの方が有名です。まあマラソンシューズはアシックスですから、本当ね、いいシューズ作ってくるんですよ。私も今履いてるシューズアシックスのシューズなんですけれども、はい、なかなかへたれないですね。やっぱり、いろんなシューズ履いてきましたけれども、はい、アシックスのシューズへたらないです。はい。かといってね、水野のシューズがへたらないなんかね、ダメかというわけでもなく、水野のシューズも良くてね、アシックスのね、水野のシューズどちらか私履いてるんです。国産の2メーカーどちらか履いてですね。やっぱり、うん、いいシューズだなと思います。どちらもね、切磋琢磨して、いいシューズとか、いい、スポーツグッズを作られてる会社さんだなと思ってますけれども、そんな中でですね、マラソンシューズ、まあ、Qちゃんこと高橋尚子さんですよね、を金メダルに押し上げたのもアシックスですから、持てる力をね、こう、一点に集中させて、本当にその、今だとね、まあ、ナイキのね、厚底シューズなんかが流行ってましたけれども、まあ、アシックスさんもね、それまではすごいシューズ開発してましたし、やっぱりね、マラソン走ってね、42キロ走ってもね、へたらないんですよ。これすごいなと思うんです。まあ、普通の、なんだろう、そら、革靴とかでね、42キロ、たまにね、仮想ランナーでいるんですよね。そういう人がいるんですけどね、まあ、そうやったら足疲れるんですよ。革靴履いてやっぱりセールス行くとやっぱ足疲れるんですけれども、マラソンシューズとかランニングシューズってすごくて全然足疲れないな、思いますし、そういったところにね、やっぱり注力されてる会社さんだなと思います。はい。まあ、持てる力を一点に集中させてって私もね、この YouTube をね、一点に集中させてこう、ぐり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 やってるんです。全然まあ、有名なインフルエンサーでもないから、まあ、本当に一点集中型です。台本も自分で書いてますし、動画編集も自分でやってますし、言いたいことをね、初めのまあ5秒、10秒ぐらいは言いたいことを言ってますしね。そういったことをね、使いながら、まあ自分で一点集中でね、動画をこう作り上げてるんですけれども。まあでも分散型の人って、まあ、リスク分散とかいう、それはまた別ですけれどもね。普通の人間がね、やっぱ突破していこうとしたら、同じことをやってたらダメなんですよね。みんなと同じことをしていたら、まあ、学校ではいいと思うんですね。学校とか、まあ、学生時代はそれでいいと思うんですよ。点数はもらえますし、私もまあ、勉強できない人間だったので、なぜかというと、やっぱりはぐれ者だったので、そうだったんですね。でもやっぱり社会に出てね、まあ、100点を、その点数の100点を目指す人間っていうのは、やっぱり型にはまった通りの生き方しかやっぱりできないんですね。まあ、それはそれで大事ですよ。私もまた勉強をし直してますから、型にはまった勉強も必要なんですけれども、また、そのね、肩から外れるときに、どうやって外れるかっていうことも、やっぱり勉強なんだなって思ってます。まあ、本来ならね、私は、もう学生のときにそうやって100点を取って、大人になってね、まあ、肩が外れるような人間になっていきたいなと思うんですけれどもね。なかなかやっぱ難しいなと思いながらやっております。はい。非常にね、まあ、一点突破。どうやって突破するかは自分の頭で考えて、自分で行動して、で、ミスする、失敗するのは嫌ですけれども、どうしてもミスします、失敗します。だけど、そこで
挫折するのではなくて、自分で次の道を模索できるようなね、人間になっていかないといけないんじゃないかなと思います。はい、アシックスさん、いろんなシューズ試されてますけれども、やっぱり失敗作とかもあると思うんですよ。私の中でも、全然、そんな、これ調べたことなくて、いつかはね、もう一つのチャンネルのね、経済人実業家レズでね、最近ずっと止まってるんですけれども、そちらの方でね、取り上げたい人の一人ではあります。はい。でも、すごい方なのでね、私は、はい、凡人ですので、一点突破でやっていきたいと思います。本日も一日、よろしく。お願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。